はい、どうも、宮田さんちは。今回はですね、ブルーロックとコラボっていうことで、セラヨイチの紹介やっていこうと思います。はい、セラヨイチはオフェンスラウンド時とルーズボール発生時に、相手選手のいない位置へ移動する際のオフボール移動速度が上昇する、ルーズボール強いところ。セラヨイチがチームメイトにパスを出す際の球速が速くなる。セラヨイチの接触範囲は通常より狭く、そのため相手に接触しにくくなる。ルーズボール強いんですか？で、パスも速いと。で、上から見ていこうと思います。あ、さっきちなみに対戦しましたね。で、ドライブオフェンス。あー、これね、もうまんまニーナですね。ニーナか。ドライブスピードにすぐ即ジャンプシュートで打つことができ、さらに正面の妨害エリアがマイナス15%。で、これでさらに妨害エリアが縮小して、で、こっちが、縮小じゃん。妨害効果が。エリアな。こっちが、ドライブで止められそうになると、そのままなんか、こんなバックステップの、ロール、バックロールターンみたいな感じ。違う、もっとトリッキーだね。ストバスみたいなもん。ストリートバスケみたいな。相手を前に、ボールを前に出して相手をかわすことができる。クールタイム6秒。6秒後にもう一回使えるってか。こっちが、レイアップね。ドライブの最中にレイアップってことか。レイアップね。で、こっちが。命中率が、レイアップの命中率が上がって、こっちが。不安定なレイアップになる確率減るんですけど、かなり減るな。25の。30%減るの。こっちが。SP 飽きるみたいな感じか。ダンクもできると。しかもダブルクラッチのダンクだ。レイアップと見せかけて、ダブルクラッチのダンクができる。で、その命中率が上がって、で、こっちが。これ強かったんですよ、さっき見たけど。これ結構強いわ。低軌道のパスを受ける際にボールを受け、止めずに直接シュートを打つことができる。その際にエリアによって異なるシュートフォームを持つ。異なるシュートフォームを持つ。ツリーナーも違う感じ。こっちが。安全にキャッチできる確率が、距離が増えて、こっちが。これもちょっと強かった。これ強かったわ。で、レバーの操作方向に向けてボールを投げ、それを空中でキャッチしてダイレクトシュートを打つことができる。この際にバーストスキルにつなげることもできる。またサイドの妨害エリアが20%縮小。どこまで行った？こっちが。ね、こっちが。その妨害体制が減るぞ。こっちが。正面の妨害エリアが減る。妨害減りまくりだな、これ。入ると。うわ、これもう緑マンや。高い軌道のパスを受けた場合、ダイレクトシュートすることができる。こっちが。キャッチミスが減る。35%。こっちがキャッチミスさらに減る。こっち。これか。これか。これ微妙じゃん。オフボールの際、不意にカッティングのフェイクをし、そこから逆方向にクロス。オーバーをすることで、相手ディフェンスとの距離を取ることができる。この際、一定の確率で重心を崩している相手はアングルブレイクさせることができる。クールタイム6秒。こっちが。アングルブレイクさせる確率がさらに増える。増えると。で、こっちが。クールタイムが減ると。こっちが。相手をアングルブレイクさせる確率が上昇する。こっちが。カッティングクロスオーバー。相手をアングルブレイクさせると、6秒間内に自身に全ての命中率が上昇する。アンクルブレイクさせたら勝ちやな。うまいことパスもらえればですけど。で、アンクルブレイクさせた後の命中率が増える。こっちが。6秒間の後の間、オフボールの移動速度もオフボールか。ノーマークになりやすいってこと。相手がアンクルブレイクから回復させる確率、回復させる速度。こんなんもある。こっちが、ボール嗅覚、収穫。ボール収穫。ディフェンススキルです。相手のオンボール選手、または最多得点している選手、3点以上に向かって移動する際にディフェンス速度が上昇する。 ディフェンススキル来ましたね、やっぱり。こっちが、で、スチールのセーフ、スチール、あ、習字タイプ。スチールの、
仕入れの、成功率が上昇。こっちが。いやいや、アンクルブレイクさせる、される確率。アンクルブレイクしにくい。クイックスティールができる。クイックスティールができるよね。やっぱ習字系のスキルを持ってるのか。さらに相手の試合の開始時点から比較的高いスティールに成功率を持つようになり、またはスティール距離が上昇する。スティールの距離も上昇するの。ディフェンスってよ。直接ボールをキャッチすることもできるんだ。確率が増える。じゃあカットされる確率。チームメイトでパスをする際に、なんかパススキルなんか出てきたの、ここで。カットされる確率が減ると。違う。安全パス距離が伸びる。バーストが、ああ、そう、スリーめっちゃ打てるんですよね、SF なのに。ワンチャンそこら辺の SG より入るかも。あ、ミドルシュート?これミドルシュートなの?でもさっきスリーポイント打ってたの。ミドルシュートの命中率が上がる。ミドルシュートって微妙なの?さっきの人スリー打ってたけどね、さっき対戦したの。正面とサイドの妨害エリアが 20% 縮小し、バーストスキルでのスリーポイントシュートの命中率が 5% になる。で、命中率が減衰しないエリアが増える。外から打てる。たぶん。で、スリーの命中率が増えて、そっからパスも出せる。が、高度なプレイです。ほら。こっちが、パス速度が増える。こっちが、バースト2で命中したかった場合、バーストスキルからパスに切り替えた場合にエネルギー350が変換される。さらに変換される。エネルギーが増える。で、これだけが、やばいんですよ。これ、覚醒もあるんですよ、このキャラ。さっき計算しましたけど、これ、覚醒全部取ると7万ちょいかかりました。これで、ダイレクトシュートの使用時にパスに切り替えられるようになる。え?ダイレクトシュートの使用時?ノーマークのチームメイトを優先してパスを出し、また、優先してパスを出す。また、そのパスはカットされる確率が大幅に減少する。カッティングクロスオーバーのカッティング時に行って、一段距離のダッシュをすることができる。一段距離不安定なレイアップの確率が 100% しないようになる。空中ブロックされる確率が減る。100% しない。3ピース、3のシュートの命中率が増える。また、ダイレクトシュートはブロックされる確率が減少する。ダイレクトシュートを打つたびに、以下のボーナスを得る。命中率、全命中率2%、妨害対する3%。ストップ。スタックされるから、打てば打とうと強くなるのか。こっちが。新たなシュートムーブを用いることで、スリーポイントエリアでも素早くシュートを打つことができるようになる。ノーマークでパスをキャッチした場合、シュート速度が 20% になる。クロス。こっちが。相手をアンクルブレイクさせると、シュート速度が 15% 上昇する。強。次に自身がシュートを打つまで持続する。接触関係が減少し、接触する確率が減少する。で、最後。相手をアンクルブレイクさせる確率が、すべてのドライブで相手をアンクルブレイクさせる確率が 100%? え ?100%? 嘘だろ ?100%?フルタイム 10秒か。100% ちょっとビビったんだけど。嘘だよ。やば、100%。ってな感じですね。はい。スラジオイティです。はい。今日から2週間やってます。はい。